オフイズユアヘッド。まだ文化祭が始まって間もないというのに早速騒ぎを起こすなんて、ハートの女王の法律以前の問題だ。ちくしょう、よりによってローズハートに見つかるなんて。ナイトレイブンカレッジの品格を貶めた罰だよ。しばらくその首輪をつけたまま反省するがいい。お、覚えてろ。君たち、大丈夫か？うちの生徒がすまなかったな。あ、はい。ヘッドチュー。助けてくださってありがとうございます。てやんで、助けてもらわなくても俺だけでなんとかできたってのによ。こらグラン、またそんなこと言って。その制服、君たちはロイヤルソードアカデミーの生徒だよな。はい、そうなんです。お前ら俺様とそんなに背丈が変わらないのに本当に高校生なんだぞ。さっきから何なんだ、失礼な奴らだ。俺たちはドワーフ族にしちゃでかい方なんだぜ。グーラン、やめなさいったら。ところで皆さん、私たちと同じくらいの背丈をしたドワーフ族4人を見かけませんでしたか？実は控え室に行く途中、仲間とはぐれてしまって。見かけていないね。放送部に呼び出しを依頼しようか。お探し物かい？それなら、この俺様に聞いてみにゃ。わあ、七首お化け！ジェーニャ！あ、よく見ればお前、ハーツラビルの庭で会った、ニャーニャーいう変なやつ。猫のような人のような魔力を持った不思議なやつ、アルチェミアルチェミエビチピンカーとは俺様のことだにゃ。あ、チェーニャ先輩、トービーたちがどこにいるか知ってるの？おめえたちが探してるお友達なら、あっちに行ってこっちに曲がったところ、そっちに行ったぜ。ありがとうございます先輩。それからナイトレイブンカレッジの皆さんも。では、あばよーっと。チェーニャ、彼らと知り合いだったんだな。助かったよ。あいつらはうちの学校の2年生だで、顔くらいは知っとるよ。それに俺、道案内は得意だからにゃ。久しぶりだね、チューニャ。おお、リドル、おみゃも元気にしてたかにゃ。去年の何でもない日のパーティーぶりか。結局ホリデーは一度も顔を出さんかったじゃにゃーの。ああ、連絡をくれていたのに不義理をしてすまなかったね。僕は特に変わりないよ。チェーニャ、悪いけど運営委員の仕事の途中なんだ。会場直後でバタバタしてるし、ゆっくり話をするのは後にしよう。そりゃご苦労さん。それじゃあ俺は退散するかにゃ。チェーニャ、そのユニーク魔法で他の来場者を脅かしてはいけないよ。そいつは俺の気分次第かにゃ。それじゃあ最後は東校舎を見回って終わりにしよう。